はい、どうも、ハヤトと中です。よいしょ。最近、出番が多い。最近、けどね。ということで、本日はですね、東京ドームシティにあるスポドリというところに来ています。というのも、またちょっとタカとスポーツのバトルをしたいと思うんですけれども、ピッチングマシンあるじゃないですか。あのピッチングマシン、どれぐらいやれるか。ストラックアウトみたいなのあるじゃん。どれだけ穴を開けられるか。自信はあるの？自信しかない。なるほど。俺、あれ投げれるから。俺、スライダー投げれるから。分かった分かった。あと、なんか球速も測れるらしいんですよ。そうなんだ。そうそうそう。だから自信ある。肩いいから。なんでとりあえずこの運動神経バカのタカさんを何らかのスポーツでぶっ倒したいっていうハヤトの企画です。オッケー。はい。じゃあちょっとそれにちょっと無理やり付き合ってもらってですね、早速行ってみたいと思います。はい。届いてないよ。当てる気ある。いい音鳴ってる、いい音鳴ってる。おい、その音なんなの？投げ方面白すぎるんだろ、お前。ラストラストラスト。本気でやって、本気で。本気でいくよ。はい、続きましてよ、桜井さん。お、なんか168キロ出たよ。おい、113。120。125 9 5。おい、ラストだよ、ラスト。おい、88。お疲れでした。右肩やって引退。え、最後の球なかなか速かったと思うんだけどね。88キロ。169キロ出たら過去最高、ね、最速だった。125だったよね。125。マジのやつ。はい、ということで今回も僕の圧勝でした。いやいやいや。え、そうやん、125だし。でもなんかあれだね、ストラックアウトっていうか球速勝負やったね、完全にね。でもなんか投げ方は超面白かった。マジで。相変わらず、相変わらず撮れ高の、ね、から低い動画ですが、撮れ高を探す旅に出ようと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。俺が出ると撮れ高が低くなる。そう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 。出ない方がいいの？今後気をつけてください。バイバーイ。